こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回は腕時計の電池交換とですね、その際バンドを外す場合があります。その時バネ棒の点検も一緒にされた方がよろしいかと思います。まあ、そのことについてちょっとお話したいと思います。まあ、その時計のタイプにもよるんですけど、特にこう鎖タイプでですね、まあ、革もそうなんですけどね、まあ、こういうちょっと少し重たい時計の場合は結構バネ棒がですね、こう傷んでる場合、こうちょっと曲がっちゃって、そういう場合ですね、まあ、外れる、まああれですね、まあ、寸前というかそのダメになる寸前の場合もありますんで、そういう場合はその一緒にお取り替えした方がよろしい場合あります。まあ、どっちも一回こうね、こういうタイプですとこうブレス外さないとですね、鎖を外さないとちょっとこういう作業できないんですよね。まあ一回外して初めてこう蓋を開ける作業できるということでございますんで、まあ電池交換の場合ね、まあ、こう電池もこうやってありますけどね、一回外すっていうことはこのバネ棒の状態もこうある程度こうこれで判断つきますので、ちょっと外してみると分かんない場合もありますね。まあ、物によっては少しこうもう隙間空いて、こう何て言うんですかね、少しこうコの字になったような感じで中の方でもガタつきが出てる場合もありますので、まあ、そういう場合は完全に取り替え、まあ、両方取り替えた方がいいと思いますね。まあ、カーバンドでも長年こう取り替えてない場合はそういうことも結構ありますのでね、どうかですね、バネ棒さまざまなサイズタイプは用意してございますので、どうかよろしくお願い申し上げます。